吉田さん、明日ですか？急ですね。いいんじゃないですかね。まあ、こっちに向かう、その3つからご連絡ください。私はですね、まあ、明日も特に予定はないんですけども、七夕をお昼にね、やろうかなと思って、今日飾り付けをしたところなんですよ。ですんで、お昼時が過ぎて、そうですね、まあ、1時とか2時になれば、吉田さんとご一緒するタイミングはちょうど持てるんじゃないかなと思いますね。それでまあ夕方4時か5時ぐらいまでは十分対談できると思いますので、1時間ないし2時間ご一緒できれば幸いでございます。まあね、私の暮らしは相変わらずです。ネットビジネスで稼いで家一括で買って、あとはまあ金利の暮らしですかね、配当の暮らしといいますか、まあ、たまにビジネスしますけどもね、やっぱりビジネスすればまあおかげさまで買っていただく方はいるかなっていうところですよね。まあ、それは今私は売り上げのためというよりもお困りの方に必要なものを届けるっていう感覚ではあるんですよ。で情報商材といえばね、なんか悪いイメージはありますけども、でも人はどうすればいいのかわからない、何を選べばいいのかわからないっていうところに、選び方とか取り組み方っていうのを、まあ、お伝えしてるかなってところですね。でまあ動画の方にもありましたけども、思考は実現化するっていうのは私も本当にそう思うんですよね。もうダメだと思えばそれが現実化しますし、まだいけると思ったらそれが現実化するんですよ。で私はそうとしか思えないんですよ。だから久保さんだからできたんでしょ、吉谷さんだからできたんでしょっていうふうに考える人は、いやそれが現実となるんじゃないですかね。うん、でも同じ人間自分にもできるに違いないと思えば、いや本当にそれが正解になるんですよ。まあそういうことをいろいろとね、私の体験を元にもお話できるんじゃないかなと思います。そんなに自分を安く見積もるものでもないし、捨てたもんじゃないと思いますよ。なんかね、差し違えるつもりで取り組めば成就しないことなんてないんじゃないかなと思うんですよ。だからなんかね、 熱烈な思いじゃなくてそこそこなんですよね、動機が。だそこまで本気で考えてねえよとかね、熱くなってんじゃないよみたいにちょっと一種冷めたようなものの見方をするんじゃなくて、熱いの結構じゃないですか。手に入れれば全てがうまくいくわけですよ。自分の目標値に到達すればそれでもう全部が肯定されるわけなんですよ。どんな失敗も、どんな行き違いも、どんな人との誤解で別れても、どんないざこざもね、最終的に自分がゴールにたどり着いてしまえば全部が必要な経費だったというふうに主観的にも客観的にも思えるんですよね。でもゴールにたどり着かなかったら、あれだけ迷惑かけといてなんだよお前はってことになるんですよね。まあそういうことじゃないかなと思います。ではまたご連絡ください。明日ですね。いってらっしゃい。